グロース・リンダーフェルトは、ドイツ・ビュルテンベルク・シューマイン・タウバー軍に属す、マチソン。タウバー・ビショフスハイムとビュルツブルグの間に位置する。1970年代まで独立したマチソンであった、ゲルヒスハイム、イルムシュパン、シェーンフェルトがグロース・リンダーフェルトに含まれる。1312年にリーネック・ハクルート・ビヒがこの、集落を、アシャフ,フェンブルク市教に寄進した。その後、 グロース・リンダーフェルトは、ビュルツブルグ市教領となり、1583年には、マインツ選定校領に移された。選定校領時代、最初は、アムト・タウバー・ビショフスハイムに、後には、オーバー・アムト・ビショフスハイム・アンデア・タウバーに属した。1806年には、バーデン大公領となった。バーデンでは、オーバー・アムト・タウバー・ビショフスハイムに属した。これは後に、 タウバービショフスハイム軍となり、1973年に現在のマインタウバー軍となった。1866年にはゲルヒスハイム近郊で、広島戦争最後の戦闘が行われた。旧自治体の紋章は以下の通り。2004年6月30日現在の人口は4141人で、このうち男性は2079人、女性は2062人であった。 これ以後区分人口の調査報告はなされていない。グロースリンダーフェルトの議会は19議席からなる。グロースリンダーフェルトにはスポーツクラブがある。これはドイツ全土で2つしかないホルノスセンクラブの1つである。グロースリンダーフェルトには大きな企業はない。工業パーク A81 にゴミ焼却場を建設する計画が2007年3月に提案され。 建設反対の住民運動が起きている。グロースリンダーフェルトは連邦道 B27 号線沿いに位置する。ゲルフィスハイム地区は連邦アウトバーン A81 号線沿いにある。ありがとうございます。